さてみんな、さっきから歌いながら、この楽器のこと気になってる人いるんじゃない？楽器の紹介をしましょう。伴奏しているこの楽器のことを、チャングあるいはチャングと言います。砂時計みたいな形をしていますね。木の筒に動物の皮を張って作っています。一番たくさん使われるのは牛の皮です。韓国では伝統的な音楽、ほとんどの音楽で使われています。王様の前で歌ったり踊ったりする宮中音楽から一般の人たちが叩きながら歌を歌ったりするところまで、ほとんどの伝統音楽の中でこのチャングは使われています。右と左で、動物の皮、牛の皮を張っていますが、音が随分違うの分かってもらってたかな。向かって、私から右、みんなから見たら左かな。こっちは高い音が鳴ります。左側、こちらは低い音が鳴ります。陰と陽、光と影、二つ合わせて世界を表しています。叩くのなかなか両手で叩くの難しいです。今歌の伴奏では右手にはこの竹で作ったバチ、チェと言いますが、バチを、左手は手のひらで、歌の伴奏の時は、こうやってバチと手のひらで、伴奏します。他にもこのチャンを使われる時は左手にもバチ持ったりするんですよ。じゃじゃーん。早く叩いたり大きく叩いたり、あるいはチャンを体につけて叩く時はこの左手もバチを使ったりします。歌の演奏ではバチは使わずに手のひらで演奏します。みんなで歌ってたアリランですが、リズムに乗せてアリランを歌います。旋律楽器と一緒に歌うこともありますが、大概はこのチャング、リズム楽器で伴奏します。どんな風に叩いてるのか気になってた？せっかくだからみんなでこのアリランのリズムを叩いてみましょう。昔、チャングは楽譜ができる前は音を口で言って伝えていました。クーンと言います。さあどう聞こえるかな、みんな聞いてね。どう聞こえた？この音をタッと言います。当たった？当たってない？タッと言いますよ。さあこっち、どう聞こえましたか？ボン、ウー。左側はクンと言います。右側の高い音はタッ、左側の低い音はクン。さあじゃあ両手、さあこれは何でしょう？バーン。違います、両手はトンと言います。さあ右手何やった？そうそう、タ。左手は、そうクン。じゃあ両手、
さあじゃあみんな手を準備してください。さあ準備した？鏡だと思ってね。さあみんなは右手、カッチャー左手、アリランのリズムを叩いてみようと思います。さあ両手、両手でトン、机があったら机を叩いてみようかな。トン、せーの、トン、せーの、トン、2回いきます。トン、トン、せーの、トン、トン、せーの、トン、トン。次は右、左、右といきますよ。タクタ、せーの、タクタ、せーの、タクタ。さあちょっとリズミカルに、タクタ、せーの、タクタ。ちょっと早いですね。せーの、タクタ。さっきのトントンとくっつけてみます。できるかな。トントン、タクタ、できた。せーの、トントン、タクタ。もう一度、トントン、タクタ。さあトントンタクタ言いながらどうぞ。せーの、トントン、タクタ。せーの、トントン、タクタ。このリズムのことをセマチと言います。リズムにはいろいろ名前がついています。みんなはワルツとかタンゴとかどこかで聞いたことがありますか？韓国のリズムたちも名前を持っています。このアリランを歌う時のリズムはセマチと言います。さあ説明聞いたからもう叩き方忘れたでしょもう一度、せーの、トントン、タクタ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 。え、これアリランに合うのかな？合います。歌ってみるね。あーアリラン、あーアリラン、あーラリオ。合いましたか？最後のタクタのとこをリズミカルに言ってくださいね。なかなか難しいですが、そこにいいリズムが生まれますからね。ほい、じゃあ叩いてみます。左右逆やから難しいかな。聞こえた？トントンタクタ。じゃあみんなは手でトントンタクタ、両手両手、右左右、両手両手、右左右。さあ、合わせて叩いてみてくださいね。いきましょう。せーの、ドーン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 。難しい人いける？さあ、チャレンジしてくれたら嬉しいな。セマチというリズムでした。